財団法人宮城環境と暮らしネットワークの略称のメロンという団体です。で、設立されてから22年活動しておりますけれども、エネルギーのセミナーを行ったり、水の問題、あとは食の問題、ごみ減量とですね、幅広い10の部会がありまして、その10の部会に携わっている会員の有志の方々がですね、活動を検討して話し合いをしながら決めている団体になります。今回のイベント講座に関しては、仙台農塾プロジェクトの大人の遠足なんですけれども、大人の食育プロジェクトと言ってまして、食育として親子向けや主婦向けではなくてですね、街中で忙しく働いている食の乱れがちな大人に向けて、宮城でこだわっている食について知ってもらおうと企画したものです。企画者の中でもやっぱり震災の後にこの企画をし始めたんですね。震災があって食の問題っていうんですかね、自分の身近に食べ物を得られなかったとか、そういう時に地元の小さな商店のところに手に入った野菜がとても美味しかったとか、すごく貴重だったとか、そういうのがやっぱりあるので、地元のその良さっていうのとかをやっぱり今一度見直したいなっていうのがあって、震災後ですね、立ち上げたのが仙台農塾になります。基本になるので食本人を食べる。私たちの誇れるものといえば、この辺で採れたもの、自分で作ったものだけで食卓を飾るということなんです。それでここ開いて18年になりました。その18年の間にレストランというものが、農家レストランというものが面白いなと言って感じてくださって、50軒宮城県にあるそうです。本当に私も嬉しいなと思います。自分たちが食べてきたものは本当は町の人たちに比べて粗末で、それでちょっと恥ずかしい、よそ様に対して恥ずかしいんじゃないかという意識があったんです、ずっと。でもだんだんよその人たちの話を伺ってるうちに、そうでもないんでないかやっていうような感じで、煮付けだけの山菜だけので、自分たちで取ってきたものをいかに保存していかに食べるかということを、はやっぱり山に育ったもの、こっち の野原に育ったものでなければ知りえないこともあるんじゃないかっていうふうに思いまして、米も、無農薬で育てたもので、私たちはとにかく安心して食べられて、本当になるべく安全なもので、それで調味料も本当に今の化学調味料を使わないで作りたいねということで、 色気があんまりないって言われるんですけども、それでも体にはいいものをと思って作らせていただいてます。上町はですね、グリーンツーリズムとして結構初期の段階からですね、取り組まれていて、でこういう、宮城にしかない、宮城だからこそ楽しめる場所を訪れることで、宮城県の皆さんに宮城の良さっていうんですかね、を知ってもらいたいなというふうに企画をしたものです。震災の時に食べ物が手に入らなかったと、食べ物との距離が遠いっていうのをその時、震災の時にすごく実感したと。だからこういう農塾に参加をして、生産者の直の話を聞きたい、生産現場のことを知りたい、でそれでつながっていきたいっていう声は参加者から聞かれるので、私たち自身も思っていたことを結構いろんな人たちが思ってたんだなっていうのは改めて感じました。今これから考えていきたいなと思っているのは、ネットワークと呼べるものを作れたらいいなというふうには思いますね。でメロンはどこか一つの
地域を保全するとかいう活動団体ではないので、他の団体とか他の人とかいろんな人とつながってネットワークをつないでいって、でそこで新たなものが生まれたり新たな活動が生まれていったり、そういうのを支援しているっていうかね、ネットワークを作っていく団体なので、その部分をやっぱり今回震災もあって、その時にもすごくそれまで作ってきた人と人とのつながりがすごく生かされた部分があったので、今後もやっぱり何かあった時に使えるような、何かあった時にこれからもつながっていけるようなネットワークを作り続けていきたいなと思います。はい。